はい、皆さんこんにちは。郷原信雄の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。さあ、今回のテーマはですね、総選挙直前に自民党が言い出した党本部からの1億5000万円は買収に使われていないのごまかしということなんですけど、郷原さん、はい、まあ、この問題ずっとね、この番組でも何度も取り上げてきている、はい、河合案里さん、元、参議院議員のですね、はい、まあ、選挙においてですね、自民党本部から1億5000万円の資金提供がありました。でそれの一方でですね、まあ、今回、巨額の買収が行われていたということで、その原資が、党本部からの1億5000万円に関連するのかどうかということがずっと、まあ、取り沙汰されてきたんですけれども、今回自民党がやにわに説明を始め、先週の柴山さんが、はい、なんか発表しましたね、買収には使われていなかったということなんですけれども、なんかね、ちょっとその報道だけでは、はい、なんか河井克行氏、案里氏から報告があって、それによると使われてない、うん、1億5000万は買収資金に渡ってないことが分かったというようなこう結論だけなんで、なるほど、具体的にどういう報告があったのかっていうことを確かめないと、ちょっと何とも言えないもんですから、うん、はい、まあ、ようやくちょっと入手できたんで、あの中国新聞の方でね、あの出してるこの発表文全文っていうのが、これをよく見てみたんですよ、はい、大まかに言うとこういうことなんですね。この自民党本部から、克行氏、案里氏に渡った1億5000万っていうのは第7支部というの、うん、これはあの案里さんのための支部ですね、はい、第7支部と3区支部の両方に、はい、7500万円ずつ入ってるんですよ、これ何回かに分けて、はい、なるほど。それでそのまあ第7支部が中心になってるんですよね、案里さんの河合案里さんの支部だから、はい、そこにお金がこう集められてるわけですよ、うん、で第7支部の政治資金の収支ということをまあ中心に報告してるんですね、はい、でその中で第7支部の政党助成金については党本部からの8300万円と3区ね、これあの克行さんの方の、はい、ここからの4500万と合わせて1億2800万円が使われてると、うん、でこれあの一方で1億5000万のうち1億2000万が政党助成金だって言われてるから、うん、まあ、800万は別ルートで入ってきた、政党助成金だっていうことなんでしょうね、はい、うん、ということはこの第7支部の政治資金の収支がまず政党助成金が1億2000万で、それ以外に政党助成金が800万あるんだけども、トータルでは2億2000万の収入があったんだって言ってるわけですよ、うんうん、ですから1億5000万プラスあとまだ7000万ぐらいあったっていうことになりますね、はい、うん、でそれがおそらく全体としていろんな選挙のお金に回ったということになるわけです、うん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 、でその中でその政党助成金の使い道はこういうことでしたっていうことが書いてあって、はい、その政党助成金の使い道は大部分が、うん、機関紙の発行とか、うん、宣伝の関係とか、なるほど、そういうもので具体的に人が明らかになったんだと、はい、だから一切その買収資金なんかには全く回ってないんだという説明なんですよ今回。うん、ただまずこの点もですね、うん、本当にこれ間違いないのかというところが一つまず問題なのは、まあ、これは言ってしまうとその河合夫妻がの言い分がそのままっていうことですよね。そうなんです、うん、おそらくねこれだけたくさんのお金使ってるわけだから、うん、あの最初から綺麗にね、はい、帳簿につけたとは思えないんですよ。なるほど、うん、だってあの被告人質問の時河合氏自身がね、うん、ちゃんとそう言ってるわけですよ、もともと買収のお金にしてもね、うん、領収書をもらうかどうかっていうのは、うん、後で決めてたと、ほうほうほう、うん、だから政治資金として扱うかどうかも後で決めてたってことなんですよ、相手側の意向を確かめながら、はいはいはい、そのぐらいですから、うん、その企業の会計処理のようにね一日一日ちゃんと収支がね、うん、明らかにされるようなものじゃない、うん、となると、うん、そのお金の流れってねおそらくそんなに綺麗に証拠に残ってるものじゃないんだろうと思うんですよ。多分そうでしょうね、うん、でその中で人が具体的に明らかなものを、うん、まあ、とにかくその
1億5000万ないし政党助成金の1億2000万の使い道だということで、うん、検察から戻ってきた書類会計書類の中から、うん、これもこれもこれもって全部集めて、うん、これで全て他の方向に使いましたよと辻褄合わせをしたと、まあ、なるほど、うん、いうことじゃないかと思うんですよね、うん、ただそれでもですね、そういうことで具体的に問題ないということで説明できるお金は1億900万なんですよ、うん、はい、それ以外に1億900万、はい、うん、1億5000万、1億900万以外のお金というのは、結局そのこの第七支部の政治資金と一緒になって、うん、まあ、いろんな用途に使われてるわけですよ、うんうんうん、その一緒になって使われた用途についての、説明が書かれてるんですよ、うん、でこれはねちょっと問題、明らかに問題なのは、うん、第7支部の支部職員に対する給与の一部について、はい、うんうん、運動員買収に当たると認定された、うん、まあ、ただこれは控訴中だって言うんですけど、うんうん、こんなもんあの絶対通らないですよ、はい、と思います私は、うん、でこの3名の給与は第7支部の人件費に計上されてる、うん、政党助成金からは支払われてない、うん、どういうことかっていうと、政党助成金で支出されたという1億2000万の中からは使われてないけども、それ以外の3000万の、1億5000万のうちの一部ですね、うん、これは第7支部の政治資金と一緒になってるんですよ。なるほど。その使い道の中にこれがあるんですよ、うん、運動員買収と認定された給与、うんうん、給与って言ってるけど、こんなものは買収金だと裁判所は認定してるんですよ、うん、まずだからここの部分が1億5000万のうちの一部が買収と認定されたお金に渡ったということは否定はできません、うん、なるほど、うん、ということになりますね。なるほど。一つ、うん、それからもう一つはね、その刑事裁判で買収認定された領収書をもらっていない首長等への提供資金は、うん、第7支部の政治資金から出ていないと、うん、と言うんだけども、うん、ここはね、被告人質問での克行氏の説明を前提にするとね、うん、そんなにはっきり分かれないんですよ、はい、うん、まずお金を渡す、うん、でその時はすぐに領収書をもらうわけじゃないんだけども、後で領収書をもらうことが実際に多いんですよ。あ、なるほど。その時点ではどこの支部で処理すると、うんうん、どこの政治団体で処理するっていうのはまだ決まってないから、うん、最終的に政治資金収支報告書を提出する段階で決めることが多いという趣旨の、うん、供述してるんですよ、うん、で結局そうなるとですね、渡した段階ではどこから出す金なんて決まってないわけですよ。まあそうでしょうね、うん、でその中に次から次から1億5000万のお金が、うん、分けて入ってきてるわけですから、うんうんうん、どれが渡ったものなんていうのはね、うん、その時点じゃ区別つかないんですよ、うん、多分全体としてそれだけのお金が党本部から、ま、回ってきたから、うん、まあ1億900万の部分は、うん、これはまあ明確に人が説明できるところに回したのかもしれないけども、はい、でも残りの部分っていうのは結局ごちゃごちゃになって、うん、そのうちのかなりの部分が首長とか議員に渡ってる、うん、そしてそれは後で処理することにしてたということなんで、このごちゃごちゃの部分は少なくとも1億5000万のうちの1億900万を引いた部分、はい、これは全く当たっていない、当てられていない ということはこれだけからは言えませんね。なるほど。まあ、これね、そもそもの話で、まあ、これ私のその記憶なんですけど、これ報道ベースで言うとね、これ安倍さんからですとかって言って渡された人いたじゃないですか、これ安倍さんからですっていうのはつまり克行さんからじゃないわけですよね、このお金は。明らかに頭の中には、はい、こういったことに必要なお金を、安倍さんからもらった、安倍さんから党本部にお願いをして、安倍さんの方からいただいているというような意識があるから、つい口に出るわけ、つい言ってしまう。そうですよね。だから絶対その時の意識は、うん、党本部から1億5000万も、うん、まあ、途中の段階ではもう少し少なかったかもしれないけど、うん、どんどんお金を出してもらってるから、そうですね、だから、うん、とにかく
県連が役割を果たしてくれない、うん、県連が全然その動いてくれない分をこうやって首長とか市議の人たちにお金を差し上げて動いてもらうんだと、うんうん、そのためには資金が相当潤沢にあるっていう認識があったから安倍さんからですという話になるわけです、うん、なるほど、うん、まあ、だとすると郷原さんの、ね、あの解説を聞くと、まあ、そもそもこういう説明自体がね、その帳簿も明らかになってなければ領収書も表に出てないということは、まあ、単にこういう辻褄を合わせの話であって、こう使途が明らかになったということにどれだけの意味があるのかってちょっと気がしてくるんですけども、そもそも1億5000万円ドーンって入ってきた、ですから最初から分かった話ですよ、うん、その 2億2000万っていうねお金、うん、全体として第7支部で動いてるわけですよ、はい、そのかなりの部分は党本部から出てるじゃないですか、うん、ということになりますね、はい、そのお金がなかったら、うん、買収資金をそんなにふんだんに使うことできるわけないですよ。しかし、まあ、おそらく使途を明らかにせよって言われたことに対しては、まあ、こういうような説明をやるだろうという予測はできたはずですね、うん、なるほど、党本部の方で、はい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 、まあ、この関係してる人、うん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 、だからその党本部的には、あ、予想してた通りに使い道を説明してきたと、うん、それだけのことじゃないですか、うん、なるほど、だから発表したわけですよ、うん、これでもつまりだからこの発表にどれだけ意味があるのか、意味ない、あ、やっぱりそうですよね、うん、このね1億5000万円について我々が問題にしてきたのは、うん、なぜアンディ氏のところが1億5000万で、うん、なぜ岸田派の大番頭の水田さんのところは1500万なんだと、うん、これは誰が決めたのか、なぜそれだけのお金を出すことにしたのか、うん、そこの解明じゃないですか。二階さんは安倍さんだって言ってますけど ね、だから党本部で調べないといけないのはそこでしょ。そうですね、うん、そこ何にも調べてないじゃないですか。うーん、確かにそうだ、うん、これじゃ全然意味がないし、うん、でも意味がないことをね、なんか言ってた人がいましたね、だいぶ前から。うん、1億5千万の使途を明らかにすることが大事だって言ってた人がいたじゃないですか。誰でしたっけ今総裁選で。あ、岸田さん。そう、はい、え、なんかね論点がずれてるとか言ってね、1億5千万をなぜ出したのかをみんな、知りたがってんの、はいはいはい、いや1億5千万が何に使われたか、これが重要なんだと、うんうん、言ってました言ってました。これが答えなんじゃないですか。あ、岸田さんこれを期待してたんじゃないですか。こういうものが出てくると、これが出てくれば、そういう党本部からのお金が買収資金に使われたという疑いが解消できるんだよ。いや、岸田さんという人はどっち向いてんでしょう。あの人自分の大番頭には1500万しかお金もらえなかったのにそうですよ、ね、1億5000万もなんでね、アンディ克行側に出したんだと、うん、これ問いただしたいのは本来岸田さんのはずですよ。ですよね。岸田さんが大きな声で、うん、ここは明らかにすべきだと言えば、うんうん、それはある程度やらざるを得ない、うん、説明せざるを得ないんじゃないですか、うん、でも岸田さん今なんかもう総裁選で、うん、もう一切そんなことはなかったかのように一切調査もする気ないですね。もう、いや、しかしそれにしてもね、こんなこの問題はこれで幕引にされるということになってしまうと、うん、結局何も分からなかったってことになる。そうですね、うん、これはやっぱりね、解明されてしまうと、うん、この1億5千万がなぜ、うん、なぜ可愛いアンディサイドに出されたのか、うん、その意図は何だったのか、うん、動機は何だったのか、ここが解明されると多分ね、安倍菅、うん、二階、うん、この自民党の一番 その中枢の人たちに大打撃なんですよ、うん、なるほど、うん、だからそういうことを本気で調査するなんて言ってくる人は絶対に次の総裁にしてはならない、ね、はい、ということなんです。なるほど、それに岸田さんはちゃんと従ってるということになりますね。従順に従ってるということですね、うん、まあ、いずれにしても、ね、今回にわかにこう1億5000万円使途が買収資金ではなかったということを根拠なく発表した
自民党、はい、これ選挙目当てということでよろしいんでしょうか。そういうことでしょうね。ということは我々有権者はですね、この選挙に向けていよいよこんな言説に惑わされてはいけない、ということでですね、じっくりこの成り行き見守っていきたいと思います、はい、それではまた次回。